AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています。ラジオペこちら青山ブレッタ広報部。皆さんこんばんは、 MC の刀根健太郎です。この番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山ブレッタの見どころを紹介しながら出演者とトークを繰り広げていくプログラムです。青山ブレッタの新チームノーバのメンバーが青山ブレッタ広報部として青ペを全世界に広めていくこの番組、さあ早速今夜の担当者をご紹介しましょう。こんばんは、武骨でグッチョクのベテラントップスター鏡翔太役友常祐樹です。イエイ。皆さんこんばんは、青山オペレッタが忘れた過去の遺産大平俊也です。ちょっとテンションがどういうことよ。ちょっと皆さん、僕は言いたいことがあります。スタッフさんもちょっと耳の穴をかっぽちいて聞いてください。何僕は今日ここに来るまで、すごく楽しみにしていました。舞台の公演が終わった後初めてちゃんとこう舞台の感想をみんなで言い合えると、すごく楽しみにしてきました、はい、しかし、ここに来るまで全2回私見てきましたけども、はい、皆さん相方なのにもかかわらず、私の名前一言も出てこない。嘘な、やれりょうきくん、やれゆうたくん、やれはるちゃん、めいちゃんも出てくるのに僕の名前一言も出てこない。ごめんしゅうや。相方ですよね。ごめんしゅうや。僕はですね、楽屋で舞台裏でトネさんに尻尾を振ってトネさんトネさんって言ってたんですよ。フリゾンじゃねえかよ。違う、だから要はフリゾンって、ね、出れなかったから取っといてあるってことですよね。そう、その通り。なるほど、当たり前やないかい。そうか、思いやりだったんだ。そうだよ、先に言っちゃうとさ、先に言っちゃったらさ話すことなくなっちゃうよ。そっか、全部言うから俺たち。そう。気づいてなかったんだ。そういうことだよ。心がすさんでたわ。危ない。今日もね、満を持しての登場ということで、はい、やっと喋れます、ね、ひなだけ喋っていただいて。そういうことですよ、はい、ありがとうございます。ということでございます。ということでね、このお二人はなんと12月26日の放送以来ということで、はい、そっか。いやもう混ぜるな危険と言われていたあのこのコンビが。え、半年ぶりなの。いや半年っていう、まあそうだね、半年だね、半年近く。もうあけましておめでとうございますね、このコンビね。おめでとうございます。このコンビで放送をあけましておめでとうございます。そうなんだ。本当にそうなんですよ。いやでもね、そうなんですよね、青捨てが終わって、まあ皆さんね、いろいろこうあったと思いますけども、まあ収録日今日ですけど、だからまあ小屋入りぐらいでしたよね。そうですね、ちょうど1ヶ月前は親入りしてたなっていうぐらいの時期で、もうあれから1ヶ月経ったのか、早いなーっていう。早いもんですよ。そう、まだ1ヶ月なんだ。なんかもう1年2年前のことのような。だからもうね、今今年は梅雨入りが早いんじゃねえかなんつって、今めっちゃ、だからね、さっきもちょっと言いましたけど、髪せっかく切ってそうセットしてきたのに、あの渋谷のナイスビル風に全部持ってかれて、うわーって今日風強かったから、すごかったんですからもう困っちゃった。いやでも本当にあの髪の毛短くされて、はい、すっきりされて、すっきりしました。いやもう似合ってますし、なんか若返ったというか、ありがとうございます。かっこいい感じだった。めっちゃ似合ってますね。ありがとうございます。いやもうね、やっぱね、心機一転頑張っていきましょう。心機一転。はい。はい、ということでですね、ソウルの方からですね、4月の舞台の感想がまだまだ届いておりますので、はい、早速ちょっと一通紹介したいなと思います。お願いします。ラジオネームあかりさんからいただきました、うん、はい、ありがとうございます。あかりさん、パーソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。遅いかもしれませんが舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。大変感動しました。終演後皆さんがお写真をたくさん上げていましたが、その中でもある方のツイートで休憩時間にハンモックで休まれている時のお写真があり驚きました。皆さんは楽屋で休憩されていて、共演者の方で何か驚いたことはありますかというね。なるほどね。いらっしゃね、ハンモックね。ハンモック先輩ね。ハンモック先輩。ハンモック先輩。すごいんだから。はるちゃん。そうですね。面白い。木山さんの。買った方がいいよ、買った方がいいよって。ハンモックはびっくりしたもんね。初めて見ましたね。いるんだな、あんな人。初めて見た。すごい気持ちよさそうに、ま。僕とかはさ、それこそあの、なんだっけ、ヨガマットとかはね、はいはいはい、持って横になったりしますけどね、いますけどね、そういう人は。ハンモック寝るに特化してますからね。本当にすごいよ。寝る以外の用途がないですからね。さすがだよ。そうですよね。友達さんも腹筋ローラーでも、いや、もう親指してからも、親指ずっとやってます。家でもやってます。今もう見ててヒヤヒヤしましたよ。また衣装入れなくなるんじゃないかなと思うぐらい、まだやってる筋トレと思って。それでこの前次の現場
行った時に衣装さんがちゃんとちょっと測り直してちゃんとちょっと衣装着てみてくださいって言ったら全然余裕で入っちゃって、あら逆にちょっとなんかキュッと締まったのかフリーザじゃないですか最終形態みたいな、キュッてなったのかキュッてなっちゃってはい、密度がキュッてこうそうなんですよったんす、ね、はい、びっくりしちゃった、細マッチョ的な感じになったのかもしれないですね、ありがたいですよねありがたいですよねって言うかないんだけどいやマジすごいっすよね、でも本番中も欠かさずやるっていうのは、そうまあでもね、あれあそれこそさ筋肉じゃないんですけど、はい、急にごめんなさいね話何ですか何ですかさ、この前、はい、ロッキーをもう一回見たんですよ、ロッキ ー、ロッキー、ね、往年の名作、シルベスタースタローンの、はいはいはい、でロッキー見てて、であの生卵飲むシーンあるじゃないですか、あーありますね、で僕たちやっぱ日本人は卵かけご飯とかの文化あるじゃないですか、はいはいはい、でもアメリカだとあのシーンって無謀な挑戦って意味らしいんですよ、えどういうこと、生で生卵で俺らタンパク質取ってんのかなって思うじゃないですか、向こうは生卵食べないから、そういうなんかちょっと衛生面じゃないですけど、でそれ見てあ流してくれたなんでそんなすぐ出るんですか、ロッキーのテーマがだから、あそうだったんだと思って、僕たちの文化はね生卵の文化ありますけども、アメリカだとそうだったんだねっていうちょっと腹筋ローラーで今思い出しました、そうなんですよ、はい、よくご存知ですね、うん、僕アメリカにあの小学校の頃住んでたんですけど、はい、そうなんですか、あそうなん、小学校 3,4,5 年生の頃アメリカ住んでたんですけど、はい、生卵食べられなかったんで卵かけご飯食べたくて食べたくてもうしょうがなかったんですよ、ね、理由があって、あの卵の殻にサルモネラ菌っていう菌がいるんですよ、でそれがアメリカと海外は当たる確率が 3% あるんですよ、あそうなんだ、 3% の確率でサルモネラ菌に当たるんですけど、日本はあのちゃんと殻とか洗浄とかしてるらしくて、はいはいはい、衛生面気を使ってるんで 0.003% とかなんですよ、すごい低いんですね、そうなんですよ、なるほど、だからもうサルモネラ菌に当たるリスクを負いながら、そういうことなんですよね、ロッキーは卵を、生卵をね、あれでね、だからまあ、ね、はい、無謀な挑戦っていうので、あそうなんだと思って、そんな深い意味があるんですね、ごめんなさい急にロッキーの話で腹筋ローラーからちょっとすみません筋肉の話になっちゃってでも本当、でも本当腹筋ローラーすごいですよ、僕一回もできないですもん、あのなんか他のアンサンブルの皆さんとかもたまにあの腹筋ローラートライしてましたけど、みんなあのまっすぐになった時点でもう床にビターンってこう横になって、いやあれすごいっすよね、マジ全然できない、立ちに行くまでにはなかなか時間かかりましたよ、やっぱり、やっぱ最初はペタンってなったんですか、ペタンってなんですか、膝で50回やってたんですよ、はいはいはい、膝ついて、ついてでもそれで立ちで一回やってみようと思って立ちでやってたんですけど、一回腰うんとなって、でトレーナーの方にちょっとやめなって腰言わしちゃうから、いや負けてらんねと思って言わしながらやってました、なんで負けん気出したんですか、痛えと思いながら毎日毎日痛えと思いながらやってたら痛くなくなったなるほど、その成果がこれなんですねそうそうそう、あの体なんだ、そうです、でも永井さんは舞台の疲労よりも楽屋でやったあの腹筋ローラーのせいでって、ね、あのそうです、本番後は筋肉バキバキで痛がってましたからね、いやー、ね、面白いですね俊也でも休憩中 寝たりしなかったよね、いやあの今回の舞台、うん、結構休憩の時間短くなかったですか、まあだってもともとさ、だって2時間半とかで出てきたっけ、ね、うん、2時間とかね、まあ、まあ3時間ぐらいありました、3時間近くで、うん、ありましたけど、寝るのもなと思って、まあ、口も休まっちゃうとね、そうなんですよ、あれになっちゃうからね、うんうんうん、そっか、それなんかふざけてましたけどねあっち行ってこっち行ってしてましたけどね、そう至る所にいらっしゃってたんですよ、おいらさんあとトネさんにやってましたメイク終わってるはずなのにメイク室の後ろにずっと立ってて、メイクしてる後ろにずっと立っててなんかずっと話しかけてくるんですよいやなんか微妙な時間残ってると、うん、なんかテンション下げると戻ってこれなくなっちゃうし、みたいな確かに自分の中ではあって、だから一生あのできるだけ喋ってよ、うん、誰か、なるほど、あエンジン温めてたんですね、アイドリングしてたってことだねそれは恥ずかしい、そんな話、いや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 大平さんの話は今日まだまだ今日はね盛りだくさんでありがとうございます思いますんで、はい、まだオープニングですからね、そうだ、本編の方行きたいと思います、はい、ということでなんと今日は新曲のお披露目もありますのでお楽しみに、この前撮ったやつだ、やば、もう聞けちゃうんですかね、うん、はいはいはい、ということででは今夜もお二人で番組スタートの掛け声をお願いします、はい、いきますよ、ラジオペこちら青山ブレッダ広報部スタート、ラジオペこちら
青山オペレーター広報部。改めましてこんばんは、ラジオペこちら青山オペレッタ広報部 MC のトレケンタロウです。そして今夜の担当は俺の青山を見たらお前らなんてイチコロだよ、よちキリスト役の大平俊也です。百鬼星だかなんだか知らないが、下手なもん見せたらすぐに叩き出してやる、高見翔太君、トモズリクです。イエーイみんな舞台が終わってなんかキャラクター忘れてないですか。忘れてないです、忘れてないです。違う、その前にアメリカの話ですよ。アメリカ、そうですよ、アメリカの話ですよ。今も喋れるんですか。今も軽くは喋れますけど、そうですね、やっぱりだんだんやっぱ使わないとね、もうだって小学校の頃ですから、もう20運年前ですからね。だから不思議なことに、あのリスニングの耳と、はい、なんか発音は少し残ってますね。聞きましたか。聞きましたよ、はい、耳と発音だけは耳と発音だけは残っているそうですね。かっこいいよ、ペンライトマイクみたいなインタビュー形式でやってますけど行ってみて。いや本当にそれを言わすために今また振りましたけどね。はい、すいません、恥ずかしい。なんかめっちゃ楽しいなオペレッタ。今日は大平さんのね、そう大平さんのね、お話を伺う会ですからね。はい、はいはいはい、ということで、先月の放送では4月にね、東京渋谷桜ホールで行われた舞台青山オペレッタザステージ大反省会と題していろいろ振り返ってきましたが、はい、6月に入りましたからね、はい、今夜からは青オペザステージ第2弾キックオフミーティングと題して10月の舞台化第2弾に向けて、はい、まだ感想を聞けたらメンバーの話を伺いつつ、はい、次に向けての意気込みなども語っていきたいなと思っております。ということでですよ、はい、大平さん、はい、なんでしょう、舞台終了お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。初のラジオペですけれども、舞台後ね、まだ感想とか聞いてないんで、まあ、うん、もうざっくりですけど、青ステいかがでしたか。そうですね、まあ稽古終わったぐらいに、うん、あ、なんとかなるかもって思ったんですよ。めっちゃ本当やること多かったんで、めっちゃギリギリやったんですけど、あ、いけるかもって思って本番入ったら、まあ照明さんだったりとか音響さんとかの力もお借りして、めちゃめちゃ豪華に華やかになって、すごくなんかやっぱり、あの、あ、オペレッタおもろいわと思って、いや、なんかすごく自信がつきましたね。やっぱこうさ、初めてやることじゃん、まあ初演だし、まあいろいろとありましたけど、やっぱこうスタッフもキャストもグッてなりましたね、一個にまとまりましたね、本当に。逆になんかこう、ある意味余裕がなかったからこそ、みんなのなんかそのエンジンというかが、もうなんか常にフル回転した状態のまま最後まで突っ走ってたのかなっていうところですよね、うんうん、本当になんか、あの、この現場いいなって思ったのは、なんかキャストだけではなくスタッフさんたちも、あの、向上心がすごい高くて、確かに、だからこう音響さんとかも、いや僕はこっちの方がいいと思いますとかっていう会話、ディスカッションをしてるのを見てて、あ、こういう現場っていいよなってっていうか、うん、そうだね、でそれがグッてまとまったのが本番だったんで、うんうん、感動しましたね。いやー、そうですよね。いやでも本当、あの、僕はね、もう大平さんのあのオリビアの、はい、あの衣装を見た時にちょっとドキッとしました。わかる。本当ですか。衣装付け同士の時とかさ、はい、ちょっとあれ、ちょっとかわいいとかね、思いながらね、細って思いましたもん。いやもうこっちはめっちゃ恥ずかしかったですよ。だってメイクしてないで僕の状態であの衣装を着てとかだったんで。でも可愛かったもんね。いやいやいや、うんうん、めっちゃなんか、でもあのやっぱ衣装とか着ると、うん、ああいう役はなんていうか、あの、気合が入りますね。ああ、確かにね、やっぱ稽古で普通に私服で、うんうんうん、まあ、いくらスカート自分で持ってきてるとはいえ、うんうんうん、全然気持ちは違いましたね。それこそそれで涼気がね、焼きもち焼いたりとか可愛かったんだよね。オリビアが、なんでなんで僕には言ってくんないんですか。いやいや、お前も可愛いよ、大丈夫だよ。なんでそこ張り合うのみたいな。そうそうそう、そうなんだ。ジェラシーをね。いや、この間俺ゆうきくんにも会った時に、うん、あの、ゆうきくん、この間ラジオで僕のこと喋ってくれなかったですって言ったのよ。そしたらゆうきくんが、いや、あのね、あの、りょうきの前でしゅんやくんの話すると嫉妬するんだよねとか言って、そ、ね、何その可愛いエピソードイチャイチャしやがってとか思って。そうなのよ。そうなんですよね、面白いよ。いや、でも僕後ろからりょうきくんのそのポーズとか、うん、前も言いましたけど仕草とかすごい見て研究しましたね。あ、すごいよね、りょうきも、うん、お辞儀一つとっても本当にしなやかで、うん、素晴らしい。いや、でも大平さん、でも
こうやってなんか普段はラジオとかではなんか陽気で面白いですけど、意外とストイックな面が本当ですか、僕見られて本当ですか、パワーブリーズっていうなんか器具とか使ってしっかりとなんかこう肺活量というか、はい、腹式の発声とかもしっかり鍛えてますし、あとびっくりしたのがなんかドリルみたいなマシンを持ってて、マッサージハイパーボルト、うん、ハイパーボルトなんかマッサージガンっていうんですか、ドドドってなんですけど筋肉ほぐすやつで、うん、でもなんかあのなんていうんですか、噛んだりした時にあの仕方ないなって思いたいんですよ僕。ん？なんかあなるほどね、全力を出して噛むならば、うん、もうそれはもう全部やったからごめんなさいって思えるけど、うん、なんか中途半端に舞台上に立った上に噛んだら諦めつかなくないですか。もう僕もねそれ同じ考えです。だからストレッチとかも全部で言い訳しちゃうんですよ、うんうん、今日これやってなかったからできなかったんだよみたいな自分に言い訳しちゃいそうで、だから全部やってそれでもできないんだったら練習するしかないとかそれだもんっていう、うん、なるほど、悔いが残らないように、うん、そうですね、それはやりきってるわけですよ ね、 やってますね。いやすごいな、おもむろにペンライトつけましたけども懐かしい家にあるわこれ。そうですよね、いやそうですね、なんかまああとはもう大平さんとね、まあ、だからこのヤチと鏡がこう絡むシーンなんかも、はい、たくさんあったと思いますけれども、いやもうねあとね それもそうなんですけど、はい、ダンスの時の、はい、まあ、一緒にこうペアダンス踊るじゃないですか、はい、俊也が可愛くて本当にえちょっと待ってなんでドキッとしてるんだ俺なんだいやでもその時のトモセイ君の最初にこうやって言った時の時、うん、トモセイ君の反応がニヤって返してくれるんですけどすぐ目をチラッて外してニヤニヤしながら連れてってくれるんですよ。それ恥ずかしいの本当にドキドキしちゃってるじゃないですか。ドキドキしちゃう、可愛くて見つめ合うとちょっとドキッとしてるみたいなはいや待って待って待ってとでもあの自分のファンの方とあの、オンラインでトークするあの機会がこの間あったんですけど、あのあなたさ鏡さんとイチャコラしすぎじゃない言う子もいれば、あのイチャコラしすぎですよね、もっとやれって言ってマジで言いました、おもろいや本当にでもなんかすごく楽しかったですね、ね、うん、毎日毎日発見あったね、うん、そうですね、うん、セリフとか以外でも裏で何考えてるのかって少しずつ分かってったじゃないですか、うんうん、の中で僕すごいなんか友澤くんやっぱすげえなって思ったのが、うん、あの稽古場でたまたまその僕台本投げつけて出てくシーンあるじゃないですか、ありました、ありました、あのシーンもともと台本持つ予定なくてやってたんですけど、あの稽古場の途中で友澤くんがこのシーンとかって台本持ってていいんですよねみたいな話を友澤さんにして、はいはい、オーディションのシーンとかだったからね、そう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 です、うん、その時にあの持っといてみよう俺もと思って、うんうん、であのシーンやってこれ思いっきり床に叩きつけて出ていったら、あのきっと友常くんは鏡さんとしてこれを持ってってくれるだろう、うん、拾ってくれる、拾ってくれるだろうと思ってバーン投げて、うん、で出てったんですよ、うん、そしたら最初に拾ったのが確かはるちゃんだったのかな、違う、最初拾ったのが僕だと、トネさん、トネさんなんかね、あの稽古が滑ったのかな知らないんですけど、ダーって叩きつけた時に台本がスーって僕の足元の方に滑ってきたんですよ、そうで行っちゃったと思ってそっち行っちゃったかと思ってそしたら友常くんがね、そう拾ってもらった後にそれを受け取ってっていう、うんうん、で持ってきてくれたんですよ、そう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 、いやほんとこの人はあの考えてるプランとか全部汲み取ってくれて、うんうん、で思いも伝わって、うん、全部やってくれるんだなっていうのがすげえやっぱ先輩だなっていう恐縮です、そんな、うん、もういやそうなんです、僕が最初拾った時もなんか終わった時にあのこれ僕が拾いますんででこうなんか一言言ってくださったんで、そうそう、確かその方が作品としても関係性としてもね、うん、いいなと思ったんで、 そうね、それこそやっぱまあまあラジオもやってますけど、ラジオっていうかそのドラマ CD もやってますけども、うん、もう舞台版としてのね、うん、オペレッタ、うん、で、あのラジオドラマの時には叩きつけるとかシーンはなかったわけだ、うん、だからそれはまあまあ舞台版としてはいいのかなとか、うん、俺がそれこそ家賃に台本渡してもいいんだろうし、うん、いやすげえその渡し方にも何だろう愛があるというか、もともと12話ぐらいまでラジオのあの12話ぐらいまでが詰め込まれてるじゃないですか、うんうん、舞台がだからその鏡さんとかいうめっちゃいいシーンとか入ってなかったから、うん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 、そう鏡さんと家賃の落としどころをどこにしようかっていうのをこう2人で喋ってで、なんか鏡さんのシーン付け出しちゃっていいですかねみたいな話とかもしてたんですけど、うんうんうん、その台本の私だけでもう全部こう、うん、いやいや
そうですよね。なんかあの本当台本一つで、あ、こんなに芝居って膨らむんだっていうのを見てて思いましたし、あの渡すところです。あの持ってる台本一回パッて取ってバンってこう、そう、その意地を見せろっていうシーンところも、なんかすごいやっぱりすごい厳しく、あの鏡厳しく当たってるように見えるけど、ちゃんと相手のことを信頼してるというか、相手の成長を期待してるみたいなものが、その動作一つでこう 見てたんで、こうなんか感動しました。いや、いやすげえ、すごいっす。いや本当すごいです。あの褒められ慣れてないんで様子がおかしくなったなと思いました。様子がおかしい、汗がすごい。ちょ、ティッシュちょっと取ってくんない？ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ一枚取ってくんない？汗がすごいそうですね。でちょっとここでね、はい、あの公式ツイッターの方でですね、まあ、ハッシュタグシャープ青捨てを、シャープ青捨てをつけていただいて、舞台をご覧になった僧侶の方からたくさん感想いただいてるんでね、ちょっとその一部を紹介したいなというふうに思っております。ですね、ツイッターアカウント名チャカさんの、ツイートですね。チャカさん、ありがとうございます。はい、アーカイブ見すぎて一人青オペできそうなくらいセリフ覚えちゃいました。嘘つけ立たすぞ舞台に涼樹くんのやつやるぞDVD も10月のピエナ100周年公演も楽しみにしています。そして今夜のラジオペも楽しみにしていますという、はい、ツイートいただいております。ありがとうございます。めっちゃ見てくれたんだな。すごいですね、セリフ全部覚えたって言ってますけれども、皆さんはセリフ覚えるのは得意な方ですかっていう質問もねあったりしますけれども、僕は最近はあんまり得意じゃないかもしれないですね。いやなんか10代の時とか、うん、20歳前半の頃は、はい、あの2回ぐらい読みは大体覚えたんですけど、すごもう最近はちゃんと読み込む、まあ、多分読み方も変わったんでしょうけど、大人になるせいで深く読むようになっていったからかもしれないですけど、うん、出ない時ありますねセリフ。あと頭の中にセリフあるけど喋、うんうん、ってる最中に出ない時ありますね、うんうん、へー今これじゃない適切なのって思う。あーなるほどね。だからもう役者としてすごい成長してるってことじゃない、それ本当に深くちゃんとその一言を考えるようになるっていう。あー人、うん、セリフをね、うんうんうん、ただそのセリフを覚えるのはやっぱちょっとなんだろう、あ遅くなったみたいな感じに体感ではなってしまってるというか、うん、ちなみにまだ青ペザステージのセリフ覚えてます？覚えてるわけないやろでもそこも僕気になってるところで、僕はまあ今回舞台がすごい久しぶりというか、はいはい、あれだったんですけど8年ぶりですもんねそうですよね、はい、であんなにいきなり大量のセリフを渡されていやもう僕は本当にゲネでもセリフがギリ飛びそうなぐらいのギリだったんですけど、いやでもなんとかギリギリだったんで、もうセリフ覚えるのはめちゃくちゃ苦手だっていうのが今回もうはっきり改めて分かったんですけど、終わってからも若干セリフはやっぱまだ入って入ってるんじゃないかな。いやいや入ってると思いますよ。感じはしますよね。忘れる方が難しくないですか。うん、でも何年か前の舞台とかはもう覚えてないですよね。そうだからやっと月日が経って僕は忘れるタイプなんですけど、そう、うんうん、なんかそ何の作品とかパッて言われて、うん、はパッてなんないですけど、多分映像とかパッて見たらあーって多分ジューって出るのかもしれないしね。ああ。セリフってより感情を覚えてますね。あそうだね。だからなんかフラッシュバックしてみたいな感じはしますけどね。わかります。だから家で台本だけ読んでても全然覚えられなかったんですけど、うん、やっぱ稽古場で立って皆さんと掛け合いしてからやっとなんか映像、視界の映像とともになんか覚えていったなっていう感じがねしましたね。はい、はい、さあお待たせいたしました。ということでここで6月30日にリリースされますチームソング&ドラマ CD ボリューム4に収録される出来たてほやほやの新曲の初オンエアでございます。ありがとうございます。僕らも初めてですから ね本当です、はい、僕も初めて聞きます。ということで曲紹介をやちくん、かがみくんで一緒にお願いします。はい、はい、夢の先フィナーレ。
曲やこれ、ね、めっちゃいい曲だね。感動したわちょっと、ね、なんか爽やかで、なんかどっか青春っぽさみたいなのが、ね、いいっすね。フィナーレっていうタイトルもすごいなんか僕なんかグッとなんかマッチしてる感じがしましたね。しかも舞台本番終わった後だからいいっすね、うん、そうだね、余計なんか、うんすごいフラッシュバックした、うんうん、ああああということで、実はエンディングに差し掛かっております、はいはいはい、そうなんですね。エンディングラジオラジオペ、こちら青山オペレット候補部エンディングでございます、はいはい、ということで新曲夢の先フィナーレをお聴きいただきましたが、はい、大平さん、はい、いかがでしたか。いやもうねこのキラキラした音楽と、うん、あと歌詞がいいですね、うん、先ほどらへ綺麗に散ることもなく、うん、でしたっけ、うんうん、すげえいいですね。なんかこう俳優人生ともなんか被るし、人の儚さとかっていうものにも被ってくるんで、すごくなんか胸にグッときて、これ歌うの楽しみですね。ねえ楽しみだね。歌番組行きましょう。歌番組お六さん紅白行きましょう。ガッツポーズ見えました。しこれ紅白行きましょう。紅白急な紅白楽しみだ。友津さんもいかがでしたか。いやもうねこんな風になるとはありがてえでござんすよ。ほんまに今日聞いてて大平さんの一言がめちゃくちゃ面白かった。何え友瀬さんイケボーって歌い方この曲はちょっと変えましたから ね、 ちょっとね今気づいたイケボーだって、今気づいたのってでなんか結構友瀬さんが結構ローが強いところで、うん、いつも歌ってるじゃないですか、はいはいはい、鏡さんとかで喋ってる時も、うん、でも今回の曲って結構全体的にちょっと高めだから、そうそうそう、うん、だからちょっと薄めに発声してるんですよね。そうです、その通りでございます。それがねいいわこれ。ちょあんま褒めないで、熱くなる熱くなるから本当にあんま褒めないでください。褒められ慣れてない、褒められ慣れてないから。はい、はい、じゃあここでねそれぞれのキャラクターでお知らせをしていただきたいと思います、はい、ではまずは大平さん、八千くんの声でお願いします。はい、第2部主題歌花の名も知らずに、ちょっと待って待って待って、そんなキャラだったっけ。1ヶ月経ってるんでちょっとねやるのハイトーンだったっけ、照れくさいんですよ。そっかそっか、はい、第2部主題歌花の名も知らずにを収録した5月26日発売のチームソング&ドラマボリューム3が発売中。先ほどオンエアした新曲夢の酒フィナーレが収録された6月30日発売のボリューム4は店舗特典付きでアニメイト、アマゾン、アニミューモ、ステラバースなどにて予約受付中。初回限定版特典としてボリューム3にはオンラインイベント抽選申し込み券、ボリューム4には10月の青山オペレッタザステージ第2弾の最速先行抽選申し込み券がついてきます。詳しくは青山オペレッタの公式ツイッターまたはホームページをご確認ください。はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてここからは友瀬さんが鏡くんの声で告知してくれます。はい、この番組終了後動画付きアーカイブも更新されますのでこちらもチェックしてください。イケボー。そして皆さんからのメッセージもお待ちしております。普通オタ、番組の感想、ノーバメンバーへの質問や相談、メッセージなどなど何でも OK。 すげえ尺取るじゃない。宛先は ao@abc1008.com 丸で合ってますよね。ao@abc1008.com までたくさんのメールお待ちしております。イケボ、イケボ、イケボ、ローの方のイケボ。はい、もうちょっとまだまだ話したりたいですけどね、はい、はい、ここで終わりでございます。それでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は刀根健太郎と大平俊也と友津祐希でした。バイバイ、おやすみなさい。YouTube チャンネル限定おまけコーナーだよー。オペ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 って何、初めて聞いた。やば、新しい挨拶考えようと思います。すげえ、いいですね。急な発作出たじゃん。オペオペちょっと発作が、そのテンションのままね。ちょっともう一つツイッターアカウントが、はい、紹介したのがありますので紹介したいと思います、はい、ツイッターアカウント名咲花さんからでございます。ありがとうございます。レビュー、どの曲も振りが大好き、目覚めのカンパデラはお口の周りを手でくるくるからの、ね、頭の後ろにくるってするところと、はい、片手を頭の後ろとに伸ばしてグッパするところが特に可愛くて、これか、これか、あ、こっちか、これじゃない、うん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 、
迷宮シャイニングスターは手をクロスしてグッパからのキラキラパチパチがめちゃくちゃ可愛い。よくこの文章で分かりますね。分かります。踊ってる側がちょっと手をグッパしてからのキラキラパチパチって。マジむずかったんですよ。マジでむずいっすよ。グッパグーキラキラキラ、グッパグーキラキラキラ、トン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 ツントンパッパみたいな、すげえむずいんすよ。そのリズムで聞くと全く別の曲に聞こえてきた。足もむずかったよね。足もむずかったっすね。これで左足でそん、バスンかいみたいな。どっちどっちどっちっつってみんな最初。うっちゃ俺。いやーテンション上がっちゃった急に。おっさん起きてんじゃないですか。これセリフもまだ覚えてると思いますけど、もうダンスの方はまだもし覚えてんじゃないですか。覚えてますよ。ダンスの方が覚えてるかもしれないですね。うん、やっぱめっちゃ練習したのがこう、うん、体がやっぱ勝手に。そう。なりますよね。あとね、もうこれ忘れちゃダメなんですよ。これもしねまた、やる時があったらさ、はいはい、また一から覚え直しとかになったら、うん、もうあれだからもう覚えとくしかない。何かあったら流して家で やるとか。自主練を自主練をやった方がいいと思います。これ曲が流れると勝手に やるっていうぐらいのレベルですよね。そうですよね。トネさんも覚えておかなきゃですからね。そうですよ。僕オープニングの、ね、もしかしたらオープニングこれになるかもしれないですし。そうっすよ。クッパグッ、もうオープニングのラスト1分間でもういっぱいいっぱいだったのに、いい光がファンファンってこう。いやマジ可愛いんですよ本当に。トネさん、ね、トネさんめっちゃ可愛いから。練習する時もあのわざわざ上のセンターまで行って一人でやってるんですよ。立ち位置をね同じところにしないと。確かにね、確かにそれはね。心配で心配で、ほんと可愛いと思いながら見てました。僕いやだからもう僕はその本当にあの1分ちょっとのところでいっぱいいっぱいだったのに、もう何曲も踊ってるじゃないですか。もうなんかほえーって見てました。すげーどうなってんのーって。ありがたいですよ。でもこんなに踊らせてもらうことはないんで、なかなか。いやいやいや、うん、いや本当にね、ダンスも良かったですよ。やっぱあれだよね、歌詞さ覚えてやった方が早いですよね、はい。うんうん、歌いながらの方がなんかこの頃はここはこうだな、こうだなとか。でもまあたまにあっそこかみたいな、なんかちょっとありますけどね。そういうああそうだったみたいな。そうだ、やっぱこの時期のそのダンス稽古って結構大変で、あの本番はもう何もしてなかったからいいですけど、あの稽古中もマスクしてたじゃないですか。マスク絶対するからね。本当にマジで倒れるかと思って。ああ酸欠になりそうにね。そうなんですよ。歌うじゃないですか。これがこうって吸う時にボコって入ってくるんですよ。ハッてなるんですよね、口の中にマスクが。そう、しかもうちの座長側の人アホやから、もうほんと連続で何回もやりましょうって言って。そうそうそう、止めずに。実際本番は2連続しかやらないのにもかかわらず6連続とか回して。そうだから、もうてかもう最初、なんか確認してだ、うんうん、でやってダメ出しもらって3連続やったじゃん。だから5回だったじゃん、はいはい、だからね15回。そうだ3曲そうだ15回です。いやでもあれのおかげで、いや本当にああいうのが一番いい、うん、ああいうの大好き。詰め込んで詰め込んで、あの、うん、それ体力だけは自信あるんで。前回の放送でも言ってましたよね、はい、体力だけは自信ある。本当に体力大事ですね。あの時はみんなこう座ったりしたけど、僕は座ったら終わりだと思ってずっと立ってましたからね。やろう、さあもうやろう。いや確かに早かったっすね。次やろう、うん、やろうやろうやろう、いいよいいよ。そんな一息ついちゃうと、そう一息ついちゃうともうダメだから。で料金もね、はい、じゃあこれそんなやんなくてやろう、最初にも言ったのか、やろう。全部やるよ。いやでもやっぱみんなでね、こう苦労を共にするっていうのはやっぱあれでまた一個ガッてなってなりますよ、しましたね、チームワーク。だってフォーメーションとかもねありましたからね。大変ですよ、ね、あれもしっかりと息がぴったりあって、うん、はい、だって階段とかも階段登り降りしながらですもん、ね、それこそそれ用意してもらったからありがたかったよね。本当に、ね、あれなかったらやばかったと思う、場当たりとか。うん、稽古場もね本番と同じ階段をね、そうそうそう、使って練習してましたから、本当にありがたかった、うん、いやすごかった。あでもね、体力的なことで言うとやっぱそれその連続でやったからやっぱ気持ちが楽でしたね本番は。確かにね、あれを乗り越えたんだったらもう本番1回、うん、
通すのはもう大丈夫だっていうなんか自信にも、うん、ありましたね。何よりも着替えに自分たちが時間をかけてしまうとめいちゃんがかわいそうと思って、ああ、ね、大志くんありがとうって思いながらみんなねやってたんで、体力的にっていうよりはもう着替えだけでしたね、うんうんうん、そうめいちゃんのアドリブがね。でもマスクつけてるからさ体力ついたんじゃないかなと思ったよね。確かに肺活量とか、あ、うん、逆にこれがいい、なんかこう強制ギブスじゃないけど、そうトレーニングそれはありましたね。歌いやすかった、うんうんうん、はい、ということでまたねきっとどこかでお披露目する機会がね、本当ですね、思いますし、なんだったらもういつ曲流していただいても僕ら体が勝手に反応して踊りますんで、ね、本当ですか、トネさん一回流しますよ。ちょっと待ってちょっと覚えて今日はこの辺でお送りしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。またね。逃げるように去るよ、本当に本当にそういうとこストコラストコラストコラ無理だって敏腕なすぐ流れちゃいますからね。敏腕ミキサーさんがパーンって出してくるから本当にバイバーイ。ちょっと見ちゃったもん